瓦礫の中、小さな部屋で僕らの思いが世界を照らす。はい、皆様おはようございます。バナナも大好き、バナナもです。関東の小さなお庭で無肥料無農薬でお野菜を作ったり、熱帯植物を抑えたり、近場で野草を取ってきて食べたり研究したりというような植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。今日は梅雨の中休みですね。まあ午後からちょっと雨降り始めるみたいですけども、そういう雨の中のですね、間を縫ってですね、畑の状況、それから作業をお伝えしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、では庭の様子ですね。まずはベランダからです。まずこちらがですね、ドワーフ胡椒ですね。ここ最近、梅雨になって湿度が高くなってきましたので、非常にですね、大きな葉が出てきましたね。はい、新しい葉も出てきました。この矮性胡椒はですね、条件が良くなるとですね、放出してきて、粒胡椒ができるんですね。で、よーく見てみますと、ここですね。はい、早速、花の方が出てきましたね。はい。まあ、条件が悪いとですね、まあ、途中で落下と言って落っこってしまうんですけども、こちらもちょっと、楽しみですね。結構なんだかんだ言ってですね、東京も先週の月曜日、日曜日ですかね、梅雨入りになりまして、結構湿度が高くなってきました。で、今年はですね、うちにはここにここにありますけども、ミストが出る機会もあるんですけど、今回はちょっと使わずに様子を見ようと思ってるんですけど、これをですね、時間によって日に3回ぐらいミストを出すと、結構ここの環境が湿度が保たれるのでいいんですけども、まあ、今回は使わずに見てみます。はい。湿度が高いとやっぱりいい感じになってきますね。それからこちらが島胡椒ですね。島胡椒もですね、こちらは結構関東とも条件がいいみたいでですね、毎年ですね、穂をつけてくれます。まあ、こちらはですね、やっぱり胡椒みたいな辛いですね、実がなるんですけども、香りがちょっと違うんですよね。はい。八重山の胡椒とかって結構有名ですけども、こちらもですね、また今年楽しみにしたいと思います。はい。こちらパースニップですね。市販種から育てたものですけど、だいぶ大きくなってきましたね。あちらの奥の方にはですね、パースニップの種がだいぶできてきたんですけども、ここのあたりなんですけども、こちらがそろそろ種ができますので、種ができ終わって、枯れてきたらですね、こちらで作っている苗を定食しようと思うんですよね。はい。それからこちらがタイガーメロンですね。それなりに大きくなってきましたね。まあ、少しやっぱり外に出しましたので、少しやっぱりウリハムシの影響も出ていますけども、大きくなってきました。それから、地梅のスベリヒウとかですね。これも伸びてきました。スベリヒウは結構食べて美味しいのでね。このまま増やしていきたいと思います。はい、こちらは高体菜なんですけども、今回はちょっと残念な結果になりましたね。この鉢、結構高体菜を作ってから3年目ぐらいの土なんですけども、ちょっと異常気象のためにですね、春に植えた種ですね。それなりに大きくなったんですけども、やっぱり寒かったんですよね。寒さが結構到来してしまったので、大きくならずにですね、もうここではもう終わってしまいましたけども、花芽が出てしまいまして、本当にこのぐらいの高さでですね、いっぱい花を咲かせてしまったんです。というところなので、まあ、今回ちょっとこれは収穫は全くできませんけども、もう少し経ったらですね、もう花が終わって、枯れてきましたので、もう一度ここをですね、整備して、これからまた高体菜の種をまこうと思います。はい。それからこちらですね。こちらは、さつまいも類ですね。一つ、ここに里のほほえみという大豆を巻きましたけども、いい感じで大きくなってきていますね。はい。これからまた様子を見ていきたいと思います。はい。それから先週巻きました、春菊ですね。春菊がたくさん芽が出てきましたね。はい。これからまた梅雨なので、まあ、土の表面が乾燥することなくですね、まあ、草マルチをしなくても、これからまた大きくなってくれると思います。ま夏になりましたらね、こうある程度大きくなったら草マルチしようと思いますけどね。はい、こちらがゴマですね。だいぶ1週間経って大きくなってきました。それから、こちらがレタス類ですね。はい、レタス類も1週間経って、葉が出てきました。ちょうど今、梅雨の時期なので、とても土の表面が乾かなくていいですね。はい、この状態で草まりするとはちっちゃいから隠れてしまいますからね。はい、いい時期に種をまけたかと思っております。はい、こちらが紫のささげですね。だいぶ大きくなってきまして、粒が出てきましたので、そろそろですね、フェンスの方にこう巻きつき始めました。はい、いい感じですね。これから大きくなって、鞘を作ってほしいかなと思っております。はい、こちらが水哺乳メロンですね。こちらの方、だいぶ大きくなってきましたね。はい、これからもまたちょっと様子を見ていきたいと思います。はい、こちらが先ほどちょっと紹介しましたパースニップですね。パースニップ、種が乾燥、枯れてきたものが出てきましたね。はい、いくつか、こちらもそうですね、枯れてきましたので、今、梅雨の時期ということもあるので、この枯れたものはですね、早速カットして乾燥に回したいと思います。あと、続けてこれらもですね、枯れてくると思いますので、少しずつですね、順次種取りということで収穫していきたいと思います。はい、こちらがキュウリですね。キュウリも少しずつですね、大きくなり始めてきましたね。毎日ですね、様子を見ながら花芽を摘んでいきました。というところで、なんとかですね、葉の色も健康的な色になってきましたね。最近、梅雨で雨が多いということもあって、根もだいぶ広がってきたのかもしれません。よく見ますと、ここのところに葉水も出てますね。はい、いい感じで大きくなってきました。はい、またこれから見守っていきます。それからこちら、早生埼玉ピーマンですね。こちらの方も花が結構出てきましたね。はい、これも順次見ていきたいと思います。それからトマトですね。サンマルツァーノが結構芽が大きくなってきましたね。はい。梅雨の合間にですね、結構30度超えの暑い日が結構出てきましたので、ようやくですね、うちのトマトもですね、少しずつ実が大きくなってきているところが出てきております。こちらは大玉種ですね。大玉種のこれは何でしょうかね。ポンテローザかもしれませんね。はい、ポンテローザも実が少しずつでき始めました。それからこちらもアロイトマトですね。アロイトマトも、少しずつ実が大きくなってきております。はい、無肥料も農薬なので、やっぱりその化学肥料を使ったものと比べますとですね、茎はそんなに太くないですけども、でも最近は結構雨が降っているので、根も結構、土の中で伸ばしているとは思うんですよね。というところで、だいぶ勢いが出てきた感じでございます。ただ下葉の方はですね、やっぱり老化現象もあって、結構黄色くなって枯れてるんですよね。それから花がつく位置も結構高い位置ですよね。うちの場合。なのでやっぱり最初の苗作りのところ、今回は作ったポットが小さいかったので、その時にちょっと失敗をしましたけども、なんとか復活、定食してから復活し始めましたから、今回のちょっと反省をもとにですね、また来年の苗作りの時はですね、そこを考えていけば、花がつく位置がもっと低いところにですね、できるんじゃないかなと思っております。はい、それからブラックベリーですね。だいぶ赤くなってきましたね。はい。この後完熟していくと黒くなっていく予定なんですけども、今回は収穫ができそうですね。はい。剪定しようとしてですね、どんどんこういう感じで、すごいです。もうこんなに伸びちゃってましたけどね。なんとかしなきゃいけないんですけども、様子を見てですね、剪定または、このフェンスに祝えてですね、やっていこうかなと思います。それから、こんにゃくですね。こんにゃくがいっぱいあちこちでですね、葉を出してきましたね。はい。というところで、多分この、茎の勢いとか見るとですね、2年目ぐらいの芋になってるものかもしれませんね。はい。大体、こんにゃくはですね、大体3年ぐらい育てると、地下の芋が大きくなって、いわゆるこんにゃく収穫用の玉になるんですけどもね。多分こちらの大きなやつが多分3年目でしょうかね。まあ、こちらもしかしたら秋にですね、枯れた時に、まあ、芋として収穫すると、こんにゃく玉から、こんにゃくは作れるかなと思っておりますので、まあ、今年の秋ですね、久しぶりにまたこんにゃくを作ろうかなと思っております。それからうちの、トウモロコシですね。ようやく、雄花が咲きましたね。はい。まあ、ただ、化学肥料を使っていなくて、ここ連作2年目なので、まあ、普通のですね、家庭菜園で作っている、トウモロコシ比べたら低いんですよね。でもとりあえずですね、こういうことで、これはもう受粉できてるかとは思うんですけども、花粉が出てきましたのでね、いくつかですね、今、3株ぐらいコーンができてるんですよね。なので、これ受粉ができればですね、まあまあ、それなりに種はできてくると思います。ただ2年目なので、まあ、粒がきれいに揃ったコーンはまではできないかもしれませんが、ただ去年は、連作1年目の時は、このぐらいの苗を作って、1つしかコーンができなかったのが、今年はもう少しできそうですね。やっぱり年を追うごとに少しずつ良くなってきている感じがします。まあ、もうちょっとの辛抱で、まあ、収穫して食べれるぐらい。まあ、今年はちょっと、まあ、食べれるとこまでいけるかどうかわかりませんけども、ただコーンがちょっと今年は2つ3つできるような予感がしますね。はい、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、この場所はですね、キャベツ専用に、植えているところで、ここ連作2年目から3年目にかけようとしてるんですけど、なかなかキャベツはですね、無肥料無農薬で大きくしていくのは難しい感じをしますね。大きくならないんですよね。これ去年の、そうですね、7月ぐらいに植えたものですかね。こんな感じで全然大きくならないんですよね。まあでもこれで少しずつ慣らしていって様子を見ていきますけども、で、今年また7月に入ったらですね、ここをちょっとまた雑草を刈ってですね、これらは残しておきつつ、またこの場所の空いたところにですね、キャベツの苗を植えていきたいかなと思ってるんです。で、やっぱりキャベツも連作していって、土がそのキャベツに慣れてくる菌種類が増えてくるとですね、もうちょっと大きくなるかなというところなんですよね。今年はなんか例年に比べて成長が悪いんですよね。というところで、またキャベツもですね、長い目で見ていきたいと思います。はい、こちらが島オクラになりますね。こちらは種を直接ですね、路地に巻いたものなんですね。少しずつですね、大きくはなってきていますけども、やはりその化学肥料を使ったものと違って、やっぱり成長が遅いんですよね。ここは連作2年目になります。去年はですね、まだまだ、慣れていないというところもあってですね、オクラの種取りという意味では、オクラのこの鞘ですね、2個ぐらいしか取れなかったんですよね。で、今回も、オクラ密植した方がですね、競い合って大きくなるというところなので、まあ、こちらも密植している状況なんですけども、さてどうでしょうかね。またちょっと様子を見ていきたいと思います。はい、こちらは大豆類ですね。だいぶ大きくなってきましたね。はい、こちらとこちら品種が違いますけども、それぞれですね、早生白鳥と、それからこちらが里の微笑みというところで、露地栽培試験をしております。で、奥の方がですね、生姜とウコン類ですね。まあ、少しずつ大きくなってきていますね。はい、こちらが豊漁大根ですね。そろそろもう種が枯れてきてますので、枯れたものはですね、そろそろ今日収穫しようと思います。これ以上雨に当たってしまうと、まあ、種の品質っていうところもありますので、まあ、実際どうでしょうね。種ができているかどうか、まあ、開いてみないと分かりませんけども、とりあえず、豊漁大根はうちの場合、もう残り種が少ないので、これを最優先でですね、種作りをしてきました。部分的にですね、種を取って、今日は乾かしていこうと思います。はい、こちらがですね、蝶豆ですね。蝶豆の苗がだいぶ大きくなってきましたね。それからこちらが、島かぼちゃですね。それからこちらが冬瓜という形で、ちょっとまだ苗の大きさがいまいちですね。まあ、島かぼちゃ、結局2株のうち1株枯れちゃいましたね。まあ、もう少しですね、そうですね、梅雨明けたら植えていこうかなと思ってます。こちらの苗類はですね、もうちょっと様子を見てから定植しようかなと思っております。それからナス類ですね。ナス類。だいぶですね、外の気温に慣れてきて、成長を開始した感じですね。はい、この間ですね、花が咲きましたっていう株はですね、やっぱり落花といって花が落っこっちゃいましたね。まだまだその株自体が小さいというところもありますし、それからだいぶこの上部の葉を見ていきますと、元気な葉がいっぱい出てきましたのでね。はい。観光農法と比べると成長は遅いですし、これから花が咲くっていうことなので、多分実をつけるのも結構秋になってしまうと思うんですけども、とりあえず今回ですね、こちらは、密植をして土を作っていくと。ナスに慣れた土を作るということで、密植をし、種ができたら御の字かなというところですね。また様子を見ていこうと思います。今のところそうですね、新葉も出てきていい感じだと思います。それから下の葉は結構黄色いですけどね、病気にもなっていない感じですね。これはもう温度で、低温障害で葉がうまく成長しなかったというところだと思いますけども、今の状況を見ますと、それなりに土の中で張ってきてる感じがしますね。はい、ちょっとこれも、これから、ようやく花をつけるというような感じでしょうかね。はい、楽しみにしていきたいと思います。ニラの葉もですね、そろそろ収穫しようと思っていつつ、収穫しないのでね、あちこちからそろそろ花が咲きそうなので、早く取らないと硬くなっちゃいますね。とりあえずですね、花は摘みたいと思います。はい、それから玉ねぎですね。結構大きな玉になってきましたね。でもこれはですね、今回、花が咲きましたので、種取り用ということですね、結構長くなりましたけども、こんな感じですね。はい。ある程度ちょっと種が取れそうなので、今回はですね、玉ねぎの収穫というよりもですね、種を取って、次世代につなげようかなと思っております。はい、今日は関東、梅雨中休みということでですね、今日は午前中雨が降らないという予想でしたので、畑の様子をご紹介しつつですね、それに対する私なりの考えをですね、ちょっと話してみました。またこれから雨が降ってくります。その中でですね、植物たちは結構水をたくさん吸って元気よくなってきましたね。たくさん雨が降るとですね、カビとか心配される方々もいらっしゃるかもしれませんので、そういう場合は草マルチをしてですね、うまく雨の跳ね上がりっていうんですかね、葉の裏にその土の表面のカビがつかないようにっていうのは、必要かなとは思います。また逆にですね、巻いたばかりの種はですね、草マルチするとやっぱり草の中に隠れてしまいますので、ちょうどこの梅雨の時期を狙うと土の表面がなかなか乾かなくてですね、マルチングをしなくても芽が出てきてちょうどいい塩梅になってくるっていうものもあります。という中である程度大きくなったらですね、また7月に入って雨が少なくなり、今年も多分非常に暑い日が続くと思います。水不足になることも十分想定されますので、梅雨が明けたらですね、すぐに草マルチをして、その頃にはそれなりにまいたものも大きくなってくると思いますので、工夫しながらやっていきたいと思います。はい、今日は長くなりましたけども、これで終わります。ありがとうございました。